おはようございます。おはようございます。今日は朝からファーマーズマーケットにも食料がだいぶないので、冷蔵庫がすっからかん、しかも今日はハロウィンパーティーをするので、そのね、材料買い出ししてきます。よくファーマーにしよう。ちゃんとな、これあのお味噌汁とかに入れたら美味しいから。これでいい？うん、うん、こっちにしよう。いくら食べよう。はい、ナベラもいくらがこっちの方が美味しそう。これにしよっか。沖縄県産出てるね。買っとく、うん、買っとくか。里芋もまた買うか。これ以上だね。限定かな、秋だからか。今日のおやつはマロンパイ。多分期間限定かな、秋だからかマロンパイ出てました。いただきます。美味しそう。うん、うまい。栗が丸々1個多分入ってる。今日もケーキはルーシノンで買ってきました。糸満のね、あのマーガリンとかを使ってない。糸満だと思った。富城かもしれんね、間の辺。マロンパイをおやつに頼んで、めいっ子たちにハロウィンのお菓子を、はい、買って、キャンディーとかもいいかなと思ったんですけど、まあ、なんか健康にちょっと気を使って、ちゃんとバターとか使ってるところのね、お菓子をあげたいなと思って。美味しいです。今日も午後はちょっと作業して、とりあえず板にサンダーをかけてね、あの塗料を塗れるようにしていきたいと思います。粉がやばいんでね、これを必ずつけてやりましょう。板のニスはもう多分この塗料剥がしでやった方がいいと思うので、これでやろうと思います。
通り、剥がして乾燥中。あとはまたサンダーをかけて塗装、色塗りします。乾いたと思うので、これからサンダーでまた表面をちょっと削っていきます。はい、終わりました。ここから拭いて塗装に入っていきます。ちょっとカンナーがけしてます。軽くちょっと粗くて、ここはあのヤスリかけてないのでミニカンナーでちょっとだけ。はい、今乾燥中。とりあえず一旦作業は終了します。はあ、あとちょっと色塗って、一番棚の下の板まだ切ってなくて、それはあるんですけど、大まかなやつは終わり。あとは塗装と組み立てですね。今日はハロウィンパーティー、ちぎりパン、ホームメイドのね、クメ散策かぼちゃグラタン、美味しそう。これ何ですか？これは何、これ紅芋チーズケーキ。紅芋チーズケーキ、パーティーできます。パンもハロウィン仕様持っていきます。美味しそう。はい、これで全部揃って、パンも焼けて、美味しそう。いただきます。どうぞ。うわぁ、中に何が入ってるの？グラタン、ホワイトソースグラタン。今夜はオーガニックホワイトティーと紅芋チーズケーキでお茶会。イスタードーナツ。